ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ファイナルファンタジー14続きをやっていこうと思います。お礼にしちゃった、間違えたまあでもこんなに手振ってるような状況ではないんですけれどもね。さあグルージャジャは大丈夫でしょうかね。レベル96クエスト、血の涙を拭って、受注。おや、どうなんだろうね。これはちょっと手の施しようがあるかどうか。ケテンラムもいますね。父さん、諦めないでください。友よ、そこにいるか。もちろんいるさ。我が子らを頼む。俺だってお前と同じくジジイなんだ。そこまで時間は残されちゃいないが。わかった。引き受けよう。なあ、またいつか旅をしようじゃねえか。ああ、きっとな。ウクラマとコーマ、そばに。目は見えてるのかな。親父。お前たち、ヨカフイ族の墓は見たな。わしはあいつらの考えが好きでな。父さん、お願いです。無理に喋らないで。肉体はいつか終わりを迎えても、忘れられぬ限り真の死には至らない。わしの思いをお前たちが受け継ぐ限り、連合グルージャジャは死んだことにはならんのだ。だから悲しむな。胸を張って歩め。新たな国の夜明けの道よ。くそー！
ただでもあまり時間は残されてないですね。ゾラジャ兄さん上で待ってるんだよね確か。それで私たちはこの後ご報告します。当襲撃した謎の軍勢は上空の船へと撤退、現在は幽連隊が総出で救助活動に当たっております。しかし大使にも死傷者が多く人手が足りないというのが正直なところです。報告に感謝する。別名あるまでこのまま人命救助を優先するよう大司令部に伝えてくれ。みんな、トライオラのみんな助けに行かねえと。救助活動なら私たちも手伝わせてもらうよ。悪い、そうしてもらえると助かる。今は一人でも多くの民を救いたい。当然じゃない。そうと決まったら手分けして被害状況を確認するわよ。まあ修羅場はねくぐってきてますからねこっちもね。ならアリゼとアルフィノはベイサイドベビーの周辺を、クルルとエレンビルは連王宮周辺を頼む。イズコは私と一緒に欲境の町に来てほしい。助けが必要な人に声をかけて終わったら一度合流しよう。結構多くの人がね倒れてましたからね。どれぐらいが生き残りとしているのか、結構ガツガツにやられた感ありますからね。これジャンプでいけるかな。よいしょーい、いけた。どこまでもショートカットする人。さて、まあ自分も怪我しないようにねしないといけないけどね。さて連王宮のどこだっけな。よいしょ。ね、クエストマークがここの周辺ですね。はい、欲境の街って言ってたね。飛びましょう。どの辺りに人はいらっしゃるだろうか。あそこにいるね。はい、あ、でもお元気そうだけど困惑してる市民さん。もし、はあ、ありがとう。恩に切るよ。なあ、気になる噂を耳にしちまったんだ。敵将がゾラージャ様に似てたって。そんなの嘘だよな。だってあの方はグルージャザ様の実の子供でウクラマト様やコーナ様の兄なんだぞ。わけのわからないことだらけだよ。これからどうすればいいんだ。まあ混乱は多いでしょうね。あとあそこにもいらっしゃいますね、商人さん。大丈夫かい？もしもーし。ありがとう。少し落ち着いたよ。でもまだ震えが止まらない。どうしてこんなことになっちまったんだ。それにあの空に浮かぶ黒い塊はなんでまだ町の上に。クルージャジャ様が連王だった時はこんなことは起きなかったのに。ちょっとね、そのゾラージャ様のねやりたいことがねなんともあれですよね。なんか戦が嫌だって言ってる割には仕掛けるみたいなね、矛盾した感じになってますからね。なんか誰かがそれを知らしまなければならないのだ的なことを言ってますけれども。ありがとう。大丈夫だ。どうにか。なあ、
あんたは見たか？あいつら確かに人の形をしてたのに、人を殺すことに何のためらいもなかった。なんであんなことができるんだ。次また襲われたらおしまいだ。もしかしたらあれ中に人いないかもしれないからね。ちょっとそのあたりはね、調査が必要ですよね。まあ、中に人いなければ心もないわけですから、まあそれはね、無慈悲にザクッと来るとは思うのだが、どうなんだろう、喋った人とかいるのかな。大丈夫かい？ありがとうございます。おかげでどうにか動けそうです。でも子供と夫が目の前で、まあ生き残ってる方々も今はもう傷だらけだと思うので、なかなか無事ではない。鞍馬ともね、放心してましたけど、さて上の方だと思うんだけどもね、登ってきたら見えたからね、今度はちゃんと上にいるかなと思うのだが、この辺ではないか。もうちょい上かな。いたいた。あ、怒ってる人もいるだろうね。確かにね。すまね、助かったぜ。だけど畜生、市民たちを守れなかった。なんでトライオラが襲われなきゃなんねんだ。新しい連王たちは何やってたんだ。わかってるさ、神蓮王のせいじゃないって。だけどダメだ、頭を冷やしてくる。まあ冷静でいることがなかなか難しい状況ではありますよね。さあ、ウクラマトはどこにいるかな。下の方にいるかしら。いたいた。いろんな人に声をかけてるかな。まあでもラマチもね、怒ったことが怒ったことだから。そっちも見回り終わったか。そうか、ありがとよ。負傷者の中にはほんの小さな子供もいてさ、なんでこんなひどいことができるんだよ。まだ立ち止まってる暇なんてないよな。私もう一回り見てくる。悪いが町の南側の被害状況を見てきてもらえるか。ベイサイドベビーにはアリゼもいるはずだから、調べ終わったら合流してくれ。まだまだちょっとトライオラは広いからね、全体的にどんな感じになってるか把握しないとね。ただでもそんなに待っててもらえるのか、ちょっとそれは心配。結構広範囲に広がってるかな。見ないといけないところ、南側と言われても結構多い。さあ落ちるところから。痛い。もうクエストマークに一直線。さあ見えてるかな。はいはい、石畳を調べる。この辺は壊れてないってことかしら。周辺に大きな破損箇所は見渡らない。この辺りで戦闘は行われなかったようだ。あー、どんな風に戦闘がね、起きているかっていうのの調査かな。飛んだ方が早そうな気もするけど、まあそのまままっすぐかな。でもここはね、壊されてほしくないところだったから、残ってるのはありがたいといえばありがたい。いろいろなんか落とされた感のね、ある黒い跡がいっぱいありますね。焦げた地面。うんうん、なんでしょうねこれはね。地面に焼け焦げたような跡が残っている。敵の攻撃によってついたものだろうね。何を落としていったのか。この辺は結構ぐしゃぐしゃだね。大変。場所的にはちょっと横らへんだけど、それられるかこれ。
ちから曲がって、そしてあったね。何が落ちてるかな？通りを調べるか。はいはい。この辺もぐちゃぐちゃだね。商品が無残に散乱している。店舗が大破していないのが不幸中の幸いだ。まあ確かに。あとは砂浜の方かな。はいはい、こっちの方ですね。港はどうだったんだろう。ここら辺はそんなになんか何も起きてなさそうだけどね。港は大丈夫そう。港は比較的被害が少なかった様子だ。しかし敵の戦艦が今もなお上空に鎮座している。から見えるんだね。なるほど、確かに。待ってるね。さあ、アリゼと合流かな。これはどっちから行った方が行きやすいかな。こっちからで行けるかな。上川っぽいね。ちょっと遠回りかな。まあ、回りましょうか。これでも復興するのにまた時間がかかりそうだね。アリゼどこだ。いたいた。お疲れ様。こっちも一通り見回り終わったところよ。負傷していた人たちは応急処置をして幽連隊に託してきたわ。犠牲者が出てしまったことは残念だけど、幽連隊や爆ウジャジャたちが奮戦してくれたおかげで助かった人たちも大勢いたそうよ。これは私個人の見立てだけどね、ゾラージャが本気で住民を狙っていたら被害はこんなものじゃ済まなかったと思うわ。見て、商品の多くがダメになってしまったけど、建物そのものには大きな被害がないの。ゾラージャの目的はあくまでも示威行為。自分がいつでもトライオラを攻撃できることを示して恐怖心を植え付けることだったんだわ。それでラマチの様子はどう？グルージャジャ様のこともあったばかりなのに、大好きなトライオラを必死に守ろうとしてるのね。でもこのまま走り回っていたらあの子まで倒れちゃうわ。さっき海辺の方に向かうのを見たって言ってる人がいたから、ゴーニトルクの宝浜のあたりで探してみましょう。宝品なのか宝浜なのかいつも悩む。宝品なのかな。どうだろうね。悩みいや、マイクラだけじゃなくて FF でも悩みが出てきました、ね、海の方にいるのかな。えらいところから行きますが、いたいた。誰か倒れてるかな。亡くなった方も多いでしょうからね。しっかりしろ。薬を持ってきたぞ。さ、飲め。ラマチ、ここにいたのね。よかった。おい、飲んでくれよ。頼むから薬を飲んでくれ。ラマチ、ラマチ、私何して。大丈夫よ、ラマチ。こっちを見て。あとは私に任せなさい。あなたはこの人と一緒に休んでいて。でも、トライオラがみんなを助けねえと。幽連隊が中心になって被害者の救助に当たっているわ。だから今は少し休みなさい。
次に奴らが襲ってきた時、指揮を取るべき武王の頭が鈍っていたらどうなるの？休むことも王の務めよ。素直にね、聞いてくれてよかった。まあ、こんな兄さんの方がちょっとね、しっかりしなきゃって兄さんらしい動きをしてくれてましたけどね。約束したのに、トライオラをみんなが笑って暮らしていける国にするって。なのにこのざまだ。全然ダメじゃねえか。何のための武王だ。王ならみんなを救ってみせろよ。クソ。はい、お前は一人なのか、嘆いているのが王の仕事か。まあ下はちょっと厳しいね。まあでも、まあ上かな。まあ自分ができることっていうところをフォーカスしてるところをね、もうちょっと広く、ま、お前を頼ってもいいのか。ありがとよ。少し落ち着いたぜ。今はトライオラの武王として私のできることをする。これまでにもトライオラを狙う奴らはいた。シーワグーエンデンの暴風狼たちや、かつての総決の教えの連中のようにな。だから戦いになる前に対話して互いのことを知れば、どんな奴とでも手を取り合うことができるって信じてた。だがゾラーチャは違う。平気で国のみんなや実の父親を手にかけるような奴だ。対話なんて望んじゃいないだろう。そして何より今のあいつには力がある。トライオラの平和を壊すこともできる絶対的な力が。だから私は武王として戦う。これ以上みんなの笑顔を奪わせないために、この手で兄さんを、ゾラージャを打ち倒す。まあただ兄さんだけじゃない何かがね、関与してますからね。そこがちょっと厄介ですよね。うん、いろんなものにそそのかされてしまったからね。兄さんはやるべきことがはっきりしたら少しは落ち着いて考えられるようになってきたぜ。弱音を吐き出すようなことになっちまったけど、話を聞いてくれてありがとうよ、いずこ。全然王様らしくないしかっこ悪いけどさ、今はとにかくわからねえことだらけ、考えなきゃいけねえことが山積みだ。あの人形みたいな兵士や空に浮かぶ船体は一体何なのか、それにゾラージャの力の秘密も。理解し合うためじゃねえ、戦うためにも相手を知ることは必要だ。ただ無鉄砲に突っ込むだけじゃ今と変わらねえからな。ここからはちゃんと武王ウクラマトだ。この悔しさを胸に刻んで必ずやり遂げてみせる。気合い入れてますね。それじゃあ私は先に連王宮に戻ってるよ。コーナ兄さんと急いで今後のことを話さなきゃならねえからな。いずこも後で金宝の間に来てくれねえか。みんなとも情報を共有しておきたいからさ。それからアリゼにも随分気を使わしちまったよな。きっとベイサイドベビーに戻って手伝いをしているはずだ。悪いけど声をかけてきてもらえると助かるぜ。そうね。まあ王だって言ってもまだ、だって任期下手すると数日も経ってないですからね。多分その日のことぐらいの勢いですからね。さてどこにいるかな。近いのが、まあどうだろうな、飛んだ方が近いかな。この辺まで飛んだ方がいいかな。
エテラジブラザでいっか。まで飛んで、さてこっち、こっちだけど行きやすいかな。こっからだとちょっと遠いような。どっからだと行きやすいかな。なんか遠ざかってる気がする。向こうかな。そこの下の道だった気がするけど、行き方に迷い。ありぜー。おかえりなさい。どうだったって、あなたのことだから聞くまでもなさそうね。ラマチはきっと必死に強くあろうとしている。だから私も彼女を支えてあげたい。あの子が戦うなら私も一緒に戦うつもりよ。あなただってそうなんでしょ。よし、そうと決まれば。と、まずは足元のこれをあなたも見てみてくれない？動かなくなったって系なんだけど、やっぱり生き物じゃなさそうなの。そうだよね、そこがポイントだよね。血の涙を拭ってコンプリート。さあ、これがどれぐらいね、機械人形だったのかね、それが気になりますね。あと動力源とかね、なんか吸い取ってたやつとかも気になってたよね。まあそれはね、クルルさんがちょっと気づいてたけれども、そのあたりの情報が出るのでしょうか。というわけで今回はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方は、ぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のファイナルファンタジー14あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次もこそこと遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。